火災警報が鳴った時、火や煙が見えないと、私たちは危機感をすぐには持たない傾向があります。その理由は様々ですが、一つは静かな殺しやサイレントキラーの存在を知らないことにあります。サイレントキラーは、色もなく、匂いもなく、そっと忍び寄ってきて、知らないうちに命を奪う恐ろしい存在です。 その正体は一酸化炭素です。炭素を含んだ有機物が燃えるときに二酸化炭素が発生します。しかし密閉した部屋など酸素が足りない環境で不完全に燃えてしまうと一酸化炭素が発生してしまいます。一酸化炭素が人の命を奪う仕組みは呼吸に関係しています。肺の中に入った空気は 肺胞という場所で酸素と二酸化炭素を交換します。血液の赤血球の中にあるヘモグロビンに酸素がつくことで全身に運ばれます。そこに一酸化炭素が入ってくると、ヘモグロビンへの吸着力が酸素の約200倍もあるので、酸素を押しのけてヘモグロビンにくっついてしまいます。 空気中の一酸化炭素の濃度にもよりますが、1%、1万 ppm を超えると全身に酸素が行き渡らなくなり、1分から3分程度で死亡してしまいます。ここで重要なのが、一酸化炭素は煙の中だけではなく、煙のないところにも存在するということです。 神戸市の実験によると、木造アパートの出荷地点から遠く離れた2軒隣の部屋にも、約15分後には、致死量の濃度0.5%、5000ppm 以上の一酸化炭素が煙よりも先に充満することが分かりました。建物の構造など、条件によって違ってきますが、万が一、火災警報器が鳴った場合は、 たとえ火や煙が見えなくても、一酸化炭素の怖さを思い出し、ルールに従って安全な場所へ退避しましょう。